今回は先日作成しましたプラットフォームの報告書を用いて発表させていただければと思っております。僕たちが発表するのは、先ほど説明があった通り、不登校の子どもたちや、生きづらさを感じている子どもたちの居場所づくりの活動についてです。名前をプラットフォーム、いつまでも私たちの居場所にという名前で活動させていただいております。私たちのビジョンとしてはこの4つがあります。生きづらさを感じるすべての人たちの居場所を人間関係構築の中で作り出す。出会いや気づきの中でできたという成功体験を積み重ね、それぞれがそれぞれなりの自己肯定感や自己効力感を養い育んでいく。自分自身がかけがえのない存在であることに気づくことで、相手に対して思いやりの心や尊敬心を育む。プラッと来れるお家のように、そしていろんなところから集まって次へと向かう駅のホームのようにというビジョンを達成するために活動しています。そしてこのビジョンを達成するためにコンセプトとして、もっと好きという言葉を大事にしています。私をもっと好きになる、あなたをもっと好きになる、みんなをもっと好きになる、世界をもっと好きになるというコンセプトのもと、活動をしています。なぜもっと好きになるっていう言葉を大事にしようというふうに考えたかっていうと、私たちはもっと好きになるっていう過程の中に、自分自身を知ることであったり、相手を知ること、そしてその知ったことに対して向き合うこと、そしてそれを受け入れること、その結果としてもっと好きになる、その過程の中に自分自身だったり、あなただったり、そこの周りのみんなだったり、この世界だったりをもっと好きになるということが、起きるなというふうに考えたので、コンセプトとしてもっと好きになるということを大事に活動をしています。まず最初に、3つ活動が大まかに分けてあるんですけれども、金曜プラットフォーム特別プログラム、プラットキャンプという中の、まず金曜プラットフォームと特別プログラムについて、様子を紹介できればと思います。まず金曜プラットフォームについてです。金曜プラットフォームでは、金曜日の午後6時から9時まで、活動をしています。学校に行った子も行けなかった子も、放課後で来やすい時間ということでそこにしています。プラッと立ち寄れて、そして毎週あることで日常的な居場所になってきているなというふうな感覚になっています。左側が、この活動の様子とかがありますね。子どもたちが、帰ってくると時々「ただいま」っていう言葉があって、リーダーたちも「おかえり」っていう言葉で返すように、こうお家のような、毎週あるお家のような居場所になってきています。右側が、一日の流れです。子どもたちが来ることを「おかえり」と言って、リーダーたちが出迎えて、そして子どもたちと近くの公園だったり、その部屋で一緒に遊んで、夜ご飯を食べて、そしてまた来週会おうねって言ってお別れするっていうのが一日の大まかな流れになっています。すごく思い思いに子どもたち自身活動をしているんですけれども、その中でもいろんなリーダーだったり、いろんな子どもたち同士でこう毎週違う遊びをしたり、時には同じ遊びを何回もやったり、なんかすごくのんびりとした時間なんですけれども、こうなんかすごく活気あふれるような、すごく、あったかいような、空間時間になっていると思います。たまにはこうやって、みんなでディスカッションをしたりもしました。宿題って大事なのかなっていう話し合いをしたり、絶対もっと好きになるっていう僕たちが、テーマソングとして、大事にしている曲があるんですけれども、その振り付けをしたり、そういったこともしました。季節ごとでハロウィンの時期にはハロウィンパーティーで、手作りの仮装をしたりもしました。ビニール袋、ゴミ袋ですね、ほとんどゴミ袋を切ったり、なんか紙袋を持ってきて、紙袋で手作りで、仮面を作ったりとか、思い思いに、作って、みんなでパーティーをして楽しみました。次に特別プログラムです。特別プログラムは、
週末の土日だったり土曜日1日を、利用して、こう普段できないような体験だったり活動だったり、またチャリティーランとかにも参加をしました。その様子を紹介いたします。5月のゴールデンウィークの活動の様子です。この特別プログラムは子どもたちの、やりたいことを聞いて子どもたちと話し合いをしながら、プログラムを決めていくっていう形をすごく大事にしています。で、初日はフィールドビンゴをして、いろんな、カルタを創作漢字カルタっていうあのなんか編み出した遊びをしたりとか、さまざまな、遊びをしながら勉強するっていうのが午前中にやって、午後に近くの公園で遊びました。2日目は、人生ゲームを自分たちで手作りでして、それがお勉強の時間ですね。そして午後からは近くの川に、沢に行って、生き物探しをしました。そして左下の旗作りなんですけど、あのシーツを使って、それにみんなでペンキで思い思いに、いろんな絵を描いたり、色を塗ったりして旗を1枚作ってます。これは1年間かけて、作っているので、もうすぐ今年度の分が完成っていう風になります。そして最終日は、この町全体を使って逃走中をしました。右上のミッションって書いてあるんですけど、このミッションを達成しながら、鬼から逃げながらっていう風にして、逃走中をしました。街全体のこのダイナミックな逃走中っていうので、こうすごく子どもたちはワクワクして、楽しそうな様子が印象的でした。そして7月の特別プログラムは、遠足に出かけました。最初にみんなで近くの、駄菓子屋さんで駄菓子を買って、そして近くの公園でフィールドビンゴで楽しみました。自然を感じながらこういっぱい歩けた活動だったので疲れたんですけど、その中でもこういろんな会話ができて、なんかのんびりとしながらもすごい楽しかったなっていう思い出があります。そして11月の特別プログラムは、焼き芋大会をしました。西ワイズメンズクラブの皆さんからいただいた芋を使って、焼き芋をしました。火起こしは初めてっていう子どもたちもいたので、すごく苦戦しながら、みんなでこうやって、右側の写真なんですけど、みんなでふーって息を吹きながら必死に、火をつけて、みんなで協力しながら焼き芋を作りました。すごく美味しかったし、なんかみんなで頑張って作ったものっていうのはすごくやっぱりなんか格別な美味しさがあるんだなっていうことを身に染みて感じた日でした。チャリティーランにも参加しました。チャリティーランで、子どもたち自身が誰かのために動く、誰かのために何かをするっていう、大切さであったり、そういった経験っていうのを子どもたちにしてほしいっていう思いでチャリティーランにも参加をしました。子どもたちはすごく、楽しそうに走って、車椅子体験もして、すごく楽しみながら人の誰かのためにっていうことができたので、すごくいい日だったのかなっていうふうに思っています。そしてファミリーキャンプっていうのも実施しました。子どもたちだけでなく、家族の皆さんも一緒にキャンプをするっていうものです。この12月は、季節外れの運動会を実施しました。お家の人が玉入れの、あのカゴを持って走って、子どもたちがそのカゴに向かって玉を入れるっていう玉入れをしたり、夜はまた手作りでこう衣装を作ってそのファッションショーをしたり、夜は、こたつでリーダーたちがお話をしたり、みんなでトランプをしたりしました。すごく温かく、すごい温かい、2日間だったなというふうに覚えています。保護者の声です。プラットフォームに参加するようになって子どもの変化はありましたかっていう質問に対して、様々な意見を
くださいました。活動的になったっていう意見だったり、自分の意見が言えるようになった、だったり、僕自身びっくりしたのは、リーダーは怒ったんじゃない、注意したんだよっていうふうに他の人に子供が、言ってるっていう話をここで見たときは、僕自身もすごくびっくりしました。その他にも生き生きとしてる、ワクワクしている、明るくなりました、自立心の成長という言葉を、いただきました。プラットフォームとはどんな場所ですかっていう、質問に対しては、今の活動場所はプラットフォームだけなので本当にありがたく感謝しかありません。そして安心して娘を託せる心強い存在です。毎週楽しみにしていて、そんな様子が私にとっても心の支えです。そして、なかなかできない自由な表現ができて、自分を出せる練習ができる温かい場所です。そして、子供にとってすごく落ち着けるような場所、子供にとって何でも話せる、ホッとできるところ、子供が生き生きできる場所、そして最後が、リーダーたちが子供の気持ちを受け止め理解しようとしてくれていると感じます。リーダーの言葉に気づかされることもあります。プラットフォームで楽しそうにしているのを見て、リーダーも一緒に考えてくれ、同じような悩みを持つ保護者さんともつながれて、親自身も一人じゃないと思えるような場所ですという意見を、いただいています。そして子どもたちの声です。プラットフォームってどんな場所ですかって聞くと、楽しく遊べるところ、自分が悩んでいることなど素直に言えるところ、みんなで楽しみながら仲良く成長していくところ、楽しいところというふうな意見をいただきました。そして次に、夏と冬に行った4泊5日のキャンプについて、紹介させていただきます。夏と冬は4泊5日でキャンプをしたんですけど、まず夏は、阿蘇キャンプ場に着いてから、5日間の計画をみんなで話し合いました。どうも、こんにちは。はい、そして、近くの川へ行き、川で遊びました。夜には、懐中電灯を持ってみんなでカブトムシを取りにも行きました。2日目は、みんなで話し合った結果、釣りに行きたいぞということで、近くの池へ釣りに行きました。1人の子は5匹以上も釣って、すごいなとしか言いようがなかったんですけど、みんな思い思いに楽しんでいました。その日の夜ご飯は自分たちでピザを作りました。やっぱり自分たちで作ったものは、さっきも言ったんですけど、美味しいなっていうのも、この時も感じました。夜には、暖炉があるんですけど、そこで、焚き火をしながらみんなで、話しました。すごくゆっくりとした時間の中にも、みんなが自分自身をこうさらけ出して話す様子っていうのはすごく印象的に、残っています。3日目は、また川へ行きました。この日は、川へ行って、その後お昼ご飯を食べて、またその後水遊びをして、ずっと水に触れてる一日でした。夜には、花火をして、みんなで一つになる時間を過ごしました。そして4日目は、ミルク牧場っていう阿蘇に近くにある、牧場に出かけました。2つの班に分かれて、グループで活動したんですけれども、みんな動物に癒されながら、こうみんなで話しながら、すごくゆっくりとしてるんですけど、楽しそうな時間をしてました、過ごしてました。キャンプ場の近くにある、丘に行って、その後はみんなで絶対もっと好きになるを合唱したりしました。すごく一つ4日間過ごしたからこそ、感じる一体感というか、こう一つになったっていう、この見えないつながりっていうのをすごく感じた瞬間でした。最後の夕食として、その日はバーベキューをしました。またこの8月誕生日の子どもたちのお祝いもして、すごく温かく、本当に自分たちのお家のような感覚で、自分をさらけ出しながらも楽しめるという、時間を過ごせました。そして最終日です。最終日は5日間
楽しく過ごすことができたのはキャンプ場のおかげなので、キャンプ場を、きれいにして、そして作文を書いて、捕まえた昆虫たちは、自然に戻して、夏のキャンプは終わりました。そして冬のキャンプです。冬のキャンプ初日は、1月4日からだったので、お正月遊びをしました。手作りでビニールタコを作って、公民館でちょっと飛ばしたりして遊びました。そして2日目です。2日目は近くの遊び場っていう公園に出かけました。朝からそこの公園で、前日作ったタコを飛ばして遊んでいる子もいれば、このまずは公園内を探索して思い思いに遊んでたり、最後は、すごくでかい滑り台があるんですけど、そこでみんなで、ケイドロをしました。そしてその後は、みんなで500円ずつ、1人500円ずつの予算の中で鍋を作りました。この時印象的だったのは、自分の食べたいものじゃなくて、他の人たちがこれ食べたいなって言った時に、じゃあ僕の100円を使って買いなとか、こう人のために、こう自分のものを犠牲にするっていうよりか、こうみんなが楽しむために自分がこうできることを考えている子どもたちの様子がすごく印象的で、すごく僕自身嬉しい時間でした。そして、その次の日はちょっと休憩っていうことで、キャンプ場でみんなでゴロゴロしたりゆったりしました。このゆったりしながらもみんなで思い思いに楽しんでいるこの時間っていうのはすごく良かったなというふうに思ってます。そして4日目は朝から気球に乗りに行きました。気球の上から見た朝日はすごく綺麗だったんですけど、僕は高いところが苦手だったので膝が震えているのがを覚えてます。でその後は初詣に行きました。すごくこの日は外に出てみんなでバスの中で和気あいあいと歌を歌ったり、楽しく、過ごしました。そしてこの日の夜は近くの丘に寝そべって天体観測をしたんですけど、なんかすごい、もちろん星とかが綺麗だったっていうのもあるんですけど、なんかみんなの心が穏やかになって、こうなんかすごく感動的だったんですね。子どもたちとリーダーたちがこう自然の中で一つになって、すごくあったかい気持ちになって、こうなんか自然と頬が緩むっていうか、こうなんかゆっくりと優しい気持ちになれる時間が過ごせたのですごく良かったです。最終日は夏のキャンプと同じように、大掃除をして、そして帰りは、牧場でアイスを食べて帰りました。そしてまた保護者の声です。キャンプ後、夏のキャンプの後は、冬のキャンプに向けて目標を持って生活ができるようになった、だったり、たくましくなった、だったり、キャンプの思い出っていうのが人生の宝になったっていうのだったり、3泊4日参加して、大きな自信につながったのかなっていう意見をいただきました。冬のキャンプでは、その、キャンプでの思い出っていうのをができて、その楽しみを目標に学校に少しずつ行くようになった、だったり、プラットキャンプで鍋を作ったから家でも鍋を作ったり、リーダーから掃除を褒められたから家でも、お掃除だったり布団を畳んだり進んでお手伝いをするっていう様子が見られるようになった。そして、このやってもらった当たり前、自分が正解って思ってたことが、間違いだったんだな、そういう考えもあるんだなっていうふうに、本人の気づきになったり、日頃は話をしても理解が難しいんだけど、年の違う仲間と共に行動し、周りを見る力や自分の行動を振り返るっていう、ことができるようになった。そして苦手なことにも挑戦できたっていうことで、自信や達成感にもつながってよかったっていう意見をいただきました。子どもたちに思い出を聞くと、キャンプの思い出全部ですだったり、池で魚を釣ったこと、そしてキャンプとも一言で
帰ってきたりもしました。私たちの活動はすべて協賛であったり、皆様の支援で、行われています。キャンプは、文部科学省の体験活動等を通じた青少年自立支援プロジェクトに採択されて、活動をしています。金曜プラットフォームだったり特別プログラムは、ご覧の支援者の皆さんのおかげで活動をしています。以上でプラットフォームの、活動報告を終わります。ご清聴ありがとうございました。